PGA もね、ジブリエースも私知らなかったんですよ。というのが、私インフルエンサーの情報って取らないんですよ、だからインフルエンサーの情報って当てにならないわけなんで、そういうところからのね情報を取ることにあまり魅力を感じないんですよね、まあインフルエンサーとしてではなくて個人的なつながりで、聞くことはありますけどもね、そういったものはまあしっかりと聞くことがあります。ただ裏付けはきちんと取りますね。例えばアメリカから来たっていうんだったら、アメリカの PDF ファイルを下ろしていって、でどういったところからね、誰がどういうふうな形で発信したのかとか、その資金はどこから入ってきてそこに投入されたのかっていう、そういうふうなルーツを知ることは、まあそのぐらいはね、そのぐらいは最低ありますからね。でまあそうですね。それからね、投資にしてもビジネスにしても肝心なのは、利確して他へ移るってことなんですよ。それは当たり前のことだと思うんですよね。FX やっても同じなんですけども、FX がだから基本だと思うんですけども、利確って必ずするんですよ。利確して利益を確保して、その後継続して出た利益で再投入するのか、それとも出た利益で他のビジネスなり投資へステップアップしていくのかってことをやらないといけないのに、同じところのものをずっとやってる人っているんですよね。これはだからね、全然戦術ミスというか、全然学習ができないっていうかね、そういうもんではないと私は思うんですよね。ずっとやれるものっていうのは、それこそ伝統的に今まで続いてきた土地とか不動産とかになってくるんではないかなと思います。最近生まれたものって、じゃあいつまで続くか分かんないわけなんですよね。そういった歴史がないものっていうのは、これからも歴史がないというふうに思いながらやってるかなってことですよね。で、何か案件を紹介するときって、ただ紹介するだけではなくて、教育もセットでした方がいいのかなと思うんですよ。っていうのがね、言葉は悪いんですけども、そのバカとか無知につけ込んで紹介して終わりっていうんではなくて、やっぱり、ね、きちんとね、どういったリスクがあるのかとか、どういうふうに最大限リスクを回避できる方法があるのか、自分はどういうふうに考えているのか、そしてやめ時はいつなのかって、こういうことをね、きちんとセットで紹介していくこと、それから紹介案件出したら自分から撤退はないですね、基本的にね。もうどこまでもずっとそこにねフォーカスしていくと、もう毎日のように同じものをずっと発信していって、それこそもう自分でもお手上げになるぐらいまでは追求していきますかね。だからよくありますよ、紹介ビジネスでアップラインの人がいなくなっちゃったみたいなね。だったら紹介出すなって話なんですよ。で、例えば自分が誰かを紹介して、その紹介者さんから質問が上がってきた時に自分がね答えられないっていう状態もなるべくなくすことかなと思うんですよね。だからね、利用規約も知らないし、そのビジネスの仕組みも成り立ちも知らずに、資金の調整、資金のコントロールもできてない人が紹介を出すべきではないし、まあもともとそういうのいろんなことありますけど、するべきではないかなと思うんですよ。だからやっぱりお金の教育を自分に施した上でないと、まあ投資なりビジネスなりやるもんではないかなと思うんですよね。だと思うんですけどね、お金を投じるって、実弾を投じるってことは戦場に出るわけなんですよ。だから北前進とか、それこそ塹壕を掘るとかね、戦車の動かし方とか、まあ、飛行機の動かし方とか、ミサイルの発射の仕方とか、敵の見分け方とかっていうのは当然訓練でやった上で戦場に行くはずなのに、なぜかねお金のことになると何の学習もしてない人が感覚でポーンと行っちゃうんですよね。私にはちょっとそういうのはねやってられないですね。だから私から言わせれば、多くの人の方がすごく大胆で、よくそんな勇気があるなと思いますよね。そのビビるぐらいビビってもちょうどいいはずなのに、だからその PGA とかジブリエースも、インフルエンサーさんっていうのは多分ね、今までも何回も案件紹介してきて、それでねこけてるはずなんですよ。でもまたそこにあれでしょ、トライするわけでしょ。どうなっちゃってるのかなと思いますよね。何回も何回もやられちゃったっていうのは、申し訳ないんですけども、言い方としてはね、学習してないってことなのかなと思うんですよ。次はうまくいくだろうみたいなね、次は大丈夫だろうみたいな感じで、とてもそんなんではね、1000円だって私は出したくないですけどね。でやっぱこうリスクの説明がないとか、リスクを全然聞かされてなかったとかっていうのもあるんですけども、リスクって別に人に言われなくても自分で認識するものだとも思うんですよ。まあすごくいい例は、自動車の免許を取って路上に出ますよね。
それは人を引くかもしれないとか、どっかにぶつかるかもしれないとか、迷子になるかもしれない、車が故障するかもしれない、パンクするかもしれないとか、なんかあれは別に教習所で教わったわけでもないけども、自分でリスクっていうのはちゃんと整えて車の整備をするなり、それからお金をある程度車に使うなり、なんかこう任意保険入るなりすると思うんですけどね。どうですかね、自動車の教習所の先生が任意保険の説明なんてしますかね。まあ、保険に入った方がいいよぐらいは言いますけども、細かいことは言わないと思うんですよね。で、そうですね、あの PGA とかジュビリーエースで痛い目に遭った人もいると思うんですけども、やっぱこれを機会にね、まあ、私はばかりながらお金や投資はプロの立場としていますけども、人が損をするっていう時はどんなパターンの時に起こるかってことをそのぐらいは最低知っとかないといけないかなと思うんですよ。例えばね、自分の力量を超えて多額の資金を投入した時ね、もう10万とか20万っていうのがやっと絞り出せる程度の人がもしね100万みたいな金額をいったとしたら、それも何も見えてないんですよ。やっぱり多額の投入とか力量を超えたものっていうのは、要するに余剰資金じゃないってことなんですよね。10秒後になくなってもいいやと思うお金ではなくって、虎の子のお金をなんか保険を解約したりとか、大切なお金を持ってきたりとか、人から借金をしたりとかするのでやって、でお金がどうにもならなくなった時に狼狽したりとか訴訟を起こしたりするわけですよね。だからそのぐらいのなんか認識だったら絶対やるべきではないと思いますし、そもそもそういう人がねお金の世界にたくさん入ってきてるっていうのが、これ格好のカモですよね。だからそれはね気の毒に思うんですけども、早いところ有り金全部なくなって、そのお金の世界から退場した方が人生は立て直せるんじゃないかなと思うぐらいですよね。ちょっとひどい話になっちゃいますけどね。だからインフルエンサーと言われてる人とかも、別にインフルエンサーっていう資格があるわけでもなんでもなくって、発信をずっとしてるのはしてると思いますけど、その発信をその情報に惑わされてる人っていうのがその発信を見つけちゃうんですよね。だから情報を取んない方がいいんじゃないかなと思うんですよ。その間違った情報を捕まえるぐらいだったら、損するような情報に飛び込むぐらいだったら、それは何にも遮断して何も知らない方がいいかなと思うんですよね。まあこういったらね身も蓋もないんですけども、はい。それで損はどんなパターンの時に起きるかってことだったんですけども、ポンジスキームってのも当然あるのを多くの方知ってると思いますけども、知ってるのにポンジスキームかかっちゃいますよね。だからこれはいつ参入していつ撤退するかっていう時期を決めないからだと思うんですよ。だポンジスキームだと思いながら疑いながら参加するんだったら、最初の初期初動ですよね、初動で乗り遅れたらもう絶対入んない方がいいですよね。もう手遅れなんで。でワンサイクルで利確したらもうそれで深追いせずにそこで終わりなんですよ。あれこれ増えてるじゃん、じゃあもうちょっととかやっちゃダメなんですよね。だからもうやめて終わりなんですよ。だから絶対にやめる時期って決めないといけないと思いますね。それからそうですね、情報不足なんですよねきっとね。で情報不足ってどういうことかっていうと、お金にまつわることっていうのは 99.9% はインチキだっていうところからスタートしないといけないと思うんですよ。で自分だけは結果が良くなるものを掴んだっていうふうに思っちゃうのもこれ情報不足で、そうじゃないと、そういうふうに勘違いする人にだからこそインフルエンサー情報を流してるわけですから、用心しないといけないかなと思いますよね。まあ用心しているのに悲しい結果になっちゃうんでしょうね。だからともすれば以前何かで損したのを取り戻そうと思ってそれに飛び込んでる可能性もあるんですよ。で今回ねちょっとまとめになりますけども、自分でいつでも余剰資金が生み出せるような、つまりビジネスを所有している人だけがね、水物に挑戦できるんではないかなと思います。あとは、まあ、毎月月給をもらってるとして、月給のうち例えば25万の月給があるとしたら、そのうちの1万円ぐらいはお小遣いあると思うんですよ。だったらその1万円の中でやることだと思うんですよね私はね。なんかその夢のない話をするようですけども、まずはそういうところからスタートして、資金が増えていったらその増えた資金で、夢の世界にトライっていうのもいいと思うんですけどね。だからちょっと時期尚早であったりとか、仕掛けるのが早かったりとか、まあ、もっともっとね、こういう時にいつも思うんですけども、 PGA とかジュビリエース、確かに多くの人から見れば紹介した人のせいに従うのは分かるんですけども、その多くの人はそのインフルエンサーって人の情報を、多くの人はほとんどの人はね信用せずに通り過ぎるわけなんですよ。だから結局そっちが正解なんだろうなと思うんですよね。
100人ぐらい聞いて、あれじゃないですか、なんか30人ぐらいが本当かなと思ってさらに情報を見ちゃうと。で、結局資金投入するのってのはその30人のうちの、まあ、せいぜい10人とかになると思うんですよ。だ本当にインフルエンサーに力があるんだったら、話した人の8割ぐらいが参加したみたいなことになると思うんですけども、そこまではいかないですね。まあ何とも言えないですね、これは。なんかあんまり私がね、これ言い過ぎると騙された人が悪いんですかみたいな論調になっちゃうんで、そうではないんですよね。やっぱりこう騙す人が悪いんですけども、騙したつもりがないけども結果的に嘘を流しちゃったみたいなこともあったりするんですよね。で、そうなってるとやっぱりね、自分で覚悟を決めて、自分の投入する10万、自分の投入する100万っていうのは本当に自分の血を流す気持ちでいかないといけないですし、投入した瞬間、それなんかこう購入した瞬間にもうそれはなくなったと、未来永劫現金として自分の元には返ってこないぐらいの腹がくくれないんだったらね、ああこの10万がなんか1000万になるんだみたいな感じで思っちゃうと、1000万に幻想を抱くわけですよね。そっからもうライフサイクル壊れてきますんで、どんなにお金を持っても、毎朝ねこの動画発信するみたいなのはこう変わらないわけですよ。 FX もどんだけ利益を上げても毎日相場解説するっていうのは変わんないわけですよ。そのフォームがなければ何があるんだっていうふうに思っちゃうんですけどね。だからこれはね、あえて厳しく言いますけども、自分がやっぱりね、誰かにありがとうと言われて世の中に価値を提供して、そのお返しにお金が手に入るってところをまずは固めるべきだと思うんですよね。それだけではないと思いますけども、宝くじみたいなものもあると思いますけどもね、暗号通貨の爆上がりみたいなのもあると思いますけども、それはまた次の段階だと思うんですよね。まずは自分が目の前の人にお役に立てて、目の前の人がありがとねっていう感じで感動して涙を流してお金をくれるみたいなところが私はスタートラインだと思うんですけどね。そうすればなんかね、血の通ったお金をバン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 使おうと思わないっていう風になるんじゃないかなと思うんですけどもね、いかがでしょうかね。 はい、まあ PGA ジブリエースですか、知らなくてよかった。では失礼します。